夢ラジオ第6876回今日は令和6年10月13日日曜日です時刻は午後2時半眩しい秋の太陽なんかキラキラしていますね太陽輝いていると嬉しいです私は太陽信仰なのでもう太陽が照ってるだけでハッピーというそういう 気持ちになりますねリスナーの皆さん穏やかな日曜日いかがお過ごしでしょうかさて夢ラジオ今回はなぜ若者は政治に無関心なのかこんなタイトルでお話しましょう総選挙今月末にありますそして投票年齢も18歳に引き下げられました 参政党はそれを十六歳にまで引き下げようというそういう提案もしているようです。ただしです。二十歳から十八歳に引き下げられても、まあ、ちょうど高三から大学二年ぐらいまでですよね。その年代の子どもたちと話していて政治の話題になることはまずありません。 で彼らにチラチラっとお話を聞いても、じゃあ高校で大学で政治が話題になっているかというと全くなっていない。タブーですよ。で、あの、大学っていうと、それこそもう50年か60年ぐらい前、つまり70年代、60年代はもう学生がもう政治を語っていたわけですよね。特に社会主義を語っていたんですよ。学生たちがどこの大学でも。 ただし、学生が政治を語って国会に突入みたいな、こんな風になっては、ともこもない。あるいは、学生が政治に関心持つのはいいとして、お互い同士打ち切ればやって殺し合いやるっていうの、悲惨でしたね、全教徒。あの頃の人、まだ生きてると思いますよ。どう総括してんだろう、聞きたいね。 あの70年代の東大日大明治法政こういったところの、まあ、本当はどこの大学もなんだけどこの辺がひどかったよね東大日大日明治法政中央もそうだ,だから中央はこの学生運動があまりにもひどかったのであの後楽園から今の多摩に移ってきたんだよね。 もっと言うと、あの、多摩の中央大学のキャンパスってあれ、学生が地下で集まれないような、そういう仕組みになってんですよ。あと、窓も、あの、すごく外から中がよく見えるような形にしてるんですね。まあ、全部、学生温度対策なんです。中大の多摩キャンパスはね。もう今、誰もそんな意味がわからなくなってきてるけど。 若者が,が政治に関心を持ってもあんな感じになるんだったら嫌ですよね。国会に突入とか、打ち下場とか。その一方で、今は誰も関心を持たない。で、慶応大学でも、じゃあ今、総選挙の月だから、学生がそういう政治や、 選挙や話になってるかというと全く話題になっていないそうです。そんなことどうでもいいんですよ。慶応の学生にとってたまたま慶応の学生のことを話してますが、ちょっとここの近くにあるからね、日吉キャンパスがこの近くにあるので、まあ慶応は私でもその状況を把握しやすいんですけど、他の大学も一緒だと思う。ましてや高校で政治やあの。 選挙やそんなことの話なんかできるわけがない。でその若者が選挙に行かないと言ってるのは高齢者ばっかりだとで当然政治家は自分に票を入れてくれるその高齢者の方を向いた政治をするだから若者がいつまでたっても貧乏なままで若者に対してお金が回らずでその若者は自分が選挙に行かないからこういう感じに、ね、こういう仕打ちを受けてるってことにも気づかないという。 こういうい状況なんですよねなんで。じゃあ若者は自分の未来が政治にかかっているんだから自分の未来は政治と密接に関わり合ってもいるんだからその政治に関心を持ちそしてより良い方向になるように自分の1票を投じようという選挙行動をしないのかひ、まあ、一言で言ってですね知らな,いからなんで政治の話しないの なななんんで選挙の話しないの話いやかんないか人これですよ。いや分かんない人。興味ない人。本当は政治というのは面白いもので政治家が必死で権力闘争をやってるわけでしょ。で誰がその権力闘争を勝ち抜くかによって我々の生活にも徐々に徐々に影響が出てくるわけじゃないですか。政治はこっちが関心を持とうが持つまいが。 影響を与えてくるわけですよこちらにそのことが見えないわからない何でかっていうと知らないからわかんないからつまり18歳に下げられても例えば高校時代に政治とは選挙とはっていうお話をどこで聞くこともないからなんですひどいことには大学でも政治とは選挙とはっていうことについて勧告がないんですよ もちろん大学に入ったら政治学とか法学とかそういう科目あるんだけどじゃあ今のこの政治をどう見るかの話なんか皆無です。ありません。全然。で、高校は、高校も政治経済という科目あるんですけどそれ対外選択制で,でその政治経済でも要するにこれまでの政治経済あるいは仕組みを学ぶだけであるいはこれまでの思想を学ぶだけで あの今の日本の例えば政党これについて学ぶことなんか一切ないそして学校教員もビビリばかりですから別に科目が何であっても教えていいじゃないですかこれって自分が担当する科目が何であっても君らももうすぐ投票権持つんだよなとじゃあ今の政治についてどういう政党があってでそれぞれの政党は大まかにどういう主張をしているのかこれは知っとくべきだ そしてその知った上で君がいいと思う政党を君なりに判断して投票しなさいよってことで例えば自民党はどういう背景があっていつ頃結成されてどういう主張をしていて例えば立憲民主党は公明党は日本維新の会はっていうふうにないこんな授業は1回もないで教育が駄目だとよく言われるわけだね 教育がダメだから若者がそういう知識が得られてないでもねもし目の見える先生とやる気のある先生いてその人がその今お話したそういう政治あるいは政党あるいは歴史近現代のこれを生徒たちに語ろうものならですねどうしてそんな話をするんだという鬼電話がですね学校にじゃんじゃんかかってくるはずです。ね教員は中立でしょうと。 だから政治の話はするなとあの親も暇なので特に母親は暇なのでそういう学校に鬼電話かけることは生きがいみたいになってる親もいるんですよ。でそれをいちいちあのまともに対応する主任とか学年主任とか教頭とか校長ほんならそ,のそれ一致やってみようと思った教員はあそのは潰されますよ。 松本先生、そういうことをやっていただいてはちょっと困るんですけど、もうこれまでに今月だけで3件ほど、あの保護者からあのこういうことですよ、それはね。ですから、結局、その教育が悪いんだ、教員がへたれだと言っちゃえば、それはそれはその通りなんですけど、なんでへたれになってるかというと、もう保護者が大に電話かけてくるからですよ、どれは。好きですよあの母親 あるいは場合によっては父親もやってくるんだよね。それで個人情報とかね、ね、あの、ああいうのを非常になんかこう重視するんですよ。個人情報とか、あるいはなんか、なんか中立とか、あるいは、まあそういうのを言ってくるんですよ。あの、なんかいじめられたとか。 阻害されてるとか誰もしてなないんんだけどそんなこと誰も注目をしてないんだけど個々の生徒それぞれにはなんかうちの子がみんなに何々されてみたいなまあもちろん本当にそれやられてる場合もありますから注意してみなきゃいけないんだけど大概はですね親の被害妄想なんですよこんな親ばっかりなんあので学校教員はこれの対応でヘタヘタになってんですよ実は。教員やってらっしゃる方は分かると思う。 もうもう親が自分の子供をじーっと見てですねほんで自分の子供の周囲だかなんだかじーっと見てですねもうやってるわけですよちょっとでもなんかなんかあったらもう言ってくるというねほったらかしとけよ学校に預けて学校の中はとでその学校がま本当におかしなことやってんだったら保護者の出番ですけど高校生にもなってそれやるかとうん。 ですからあの若者が政治に無関心というのは、ね、もう親も含めた、親が悪いとも本当に思いますね、親も含めた社会全体の傾向で、社会全体としても若者が国会突入したりしない、若者が内ち際で殺し合ったりしないあ、いいじゃないかと、大学入ってもあの下馬文字で盾、ね、感がわーっと並んでたでしょ、70年代とか。 「あの日程を日程を打とう」みたいなあの下馬の文字でさ東大も京大も正門入ったらそんな文字が並んでたじゃないですかあんなんない方がいいと親が思ってあじゃあこの無関心なこの子供がおとなしくていいやとこういうことですよね結局はですからあの社会全体がこうなっているのでまあそのしわ寄せが 貧しい若者に行く。その貧しい若者に着目して、君らそれで黙っててえんかとか言ってる令和新選組なんかが伸びるんですよね。令和は今月の総選挙で伸びますね。私は思いますよ。令和のは言うべきこと言ってる。左翼のとんでもない政党なんですけど、でもね、個々の政策、例えば消費税下げろとか、 移民受け入れるのやめろとかもうこの辺聞いただけでお正論って思うじゃないですかあとの党は若者へのアプローチなんかできてない自民党が若者にアプローチなんか絶対してないでしょ立憲民主党なんかありえない立憲民主党は組合しか見てないわけですよ公明党これは創価学会だで維新の会うんここもね若者に訴えかけてんのであの タウンミーティングをね、疲れ知らずにやってるのは、令和新選組。これは伸びますね。ですから、今回の総選挙、いろんな予想が今から出てくると思いますが、令和新選組はいけそうだ。うん、なんか、若者の政治無関心の話から令和の話になってしまいました。